パブコメですね、パブリックコメントが今かかってまして、でこれは、その再処理の、まあ、積立金ですね、まあ、再処理の費用をどう捻出するかということで、その電力の自由化を控えて、まあ、取り立てがうまくいかないかもしれないということで、まあ、やや強制的にですね、国が取り立てるような制度設計をこう変更しようというような中身なわけですけど、まあ、もちろん、そのやり方そのものをですね、具体的な中身これからちょっと、まあ、勉強してパブコメを書いていきたいわけですけども、ただその前にそもそもその再処理、核燃料サイクル政策ですね、まあ、これがもう事実上破綻しているのに、まだ要するに旧態依然のその全量再処理の方針を、まあまあ、なんていうか表向きは全く変えずにですね、ハリボテのまま、いつまでハリボテを続けるんだという問題が、ありまして、まあ、その辺、その政策そのものの破綻ですね、まあ、文書なんかに象徴的に現れていると思うんですけども、まあ、そういった問題とか、あるいは実態としてこの再処理工場、まあ6カ所再処理も全く動く目処も立てない状態なわけでして、まあ、その実態としてのね、そういう背景的なところっていうのも問題になると思いますし、まあ、その辺もぜひパブリックコメントですね、そもそも、再処理の必要性なり、のところで書いていけばいいと思うんですけども、まあ、その辺を含めて、さまざまどういう状況が問題なのかっていうのをですね、今日一緒に議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それで、そのパブコメのかかってる具体的な中身については原子力使用情報室の晩さんの方からじっくりと、お話を聞こうということですけども、その前に6カ所村現地から報告ということで、山田清彦さんいらしてますので、まずは報告を、受けたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。はい、すみません。こんばんは。明日の交渉があるというので、今日はこちらに学習に伺ったところ、冒頭説明しろということになって、10分ということですから、そんなに長くは話しません。で、再処理の話について、ようやく、まあ、全国の方が、関心を持っていただけるということになったのかなというのは、今回のパブコメがある意味で初めてだと思うんですね。で、再処理の工場ができて建設始まってもう20年以上経ってますが、まだ完成しないのであと2年ですね、2年先だから2018年の3月まで、まあ今年来年の3月動くはずだったのかな、前期までということで2年半年延ばすということになりました。で、背景にあるのは施工ミス、数限りない施工ミスと、さまざまな状況の変化の中で果たして、できるかどうかというのが一番悩ましいところだと思うんですが、最近原告団、私核燃サイクル組織一万訴訟原告団の事務局長もやってますが、裁判で訴えたことが一つありまして、非常に皆さんには分かりづらい話だと思いますが、実は6カ所の再処理工場というのは使用済み核燃料を各原発で出した段階で1年貯蔵、原発で1年置いて6カ所持ってきて3年、4年目になったら再処理する、4年目以降は再処理しますということで、そう当初の申請段階からずっとあって、今年の2月、結局平成27年の2月の補正申請書にも同じことが書いてありまして、で計算上でいくと、つまり原発から4年経って再処理した時の方が、例えば放射能の扱いも難しい、さまざまな問題あるわけですけど、でそれをここにこういう地図があって、高木さんが以前にですね、もう1991年の人の本の中に書いてた地図があって、高レベル放射性廃液が100リューベル溜まっている時に 1% が放出した場合の1ヶ月後の被爆量の予想図というのを出しておりまして、でこれの中心的な部分は、まあ、青森県、それから仙台まで名古屋までという形の放射能量の変化が書いてまして、青森は半数死亡という大変重い数字であります。これが
100ミリシーベルトですね、1ヶ月後に100ミリシーベルトという段階、仙台の方が10、そして名古屋が1ミリシーベルトというのでありまして、今の福島の問題を踏まえてもですね、大変難しい困難な問題があるということなんですが、この元になっているのは何かというと、高レベルの放射性廃液が溜まっている状態で漏れた時です。今100リューベと書いているんですが、六ヶ所村に今223リューベで、東海に430リューベ溜まっている。でこれをどうするのかという話をした時に、これが一番重大事故ではないんですよ。再処理工場は5つの重大事故があるので、水素爆発、さまざまなものがあって、たまたまこれは蒸発管庫という言葉でね、高レベル放射性廃液の沸騰爆発ではないのに、蒸発管庫なのにこんな被害が出るっていうのを高木さんが書いた。でこれを彼らはこの数字を認めてるわけではないんだけども、問題はこの蒸発管庫を防ぐにはどうするのかっていう議論が、規制委員会の中でありまして、日本原燃がなかなか答えられない、明確にこういう対策をするから大丈夫でしょうとは言えないところが長いことありまして、そして青森県では非常に馴染みのある田中悟という委員がですね、今審査委員をしています。でその方がこの講習の会員の中で議事録で残ってるんですけども、6月の段階で、規制委員会の方がこの蒸発管庫についていろいろ聞くと原燃は答えられない、でこれはちょっと困ったという時にですね、じゃあ次の時までに対策を出してくれればいいんじゃないの、今日はここでまあ終わって他のことにしましょうってやってサジを投げたね。で彼らは打ち合わせの会議何回もやってるんだけど、その打ち合わせの会議でその話がなかったと思うんですよ。で6月の段階やって、8月の末に持ってきた日本原燃が、その時の数字がこの高レベルの放射性廃液の蒸発管庫の状態を、これは4年で再処理を4年で再処理するから反応が激しいんです、だからその、蒸発管庫にする過程で出るさまざまな放射性物質のうちのルテニウムというのがあるから、これがいっぱい出ると困るからということで調べていくと、15年ぐらいして再処理したらルテニウムの発生が抑えられるから、私たちは15年後に再処理することにしました、ね、さっきまで最初の冒頭からついこの間まで4年で再処理するっていう数字で出してきたのに、今度は15年っていう数字を出してきて、それでやりますから大丈夫ですって言って、田中が何て言ったかというと、それは前回の私の質問に対するお答えですねということで、非常にいいんじゃないでしょうか、結局その反応が抑えられて安全になりますよという状況もあるから、だったらいいでしょうって話になったわけです。そうすると再処理工場で扱う放射能の物質っていうか、そのなんか私は年数若い方が放射性物質の質はいいと思う、プルトニウムとか、ね、ウランはいいのかなと思うんだけど、長く置いた方が安全管理上はいいんだというふうに変わってって、最初にはその使えるプルトニウムウランを取り出すためじゃなくて、放射能のゴミをどのように抑え込むか、反応を抑え込むかというふうに、その田中悟がわざわざサジを投げてですね、向こうが食いついたことで受けて、でこれからは私どもは15年にしますという、まだ補正も出てないんですよ、そういうふうに切り替わりました。非常に明確にですね、田中悟は今まで、朝日新聞も書いてましたが、いっぱい日本原燃からお仕事もらって、いくらお金をもらったか明確にしてなかったんですけど、そういうことを堂々とやってですね、今はもう15年ということが通り相場になっています。でそういうふうにして安全管理をする、そうするとですね、私どももいろいろ今まで結局再処理を4年でやりますということで、4年間で、再処理した時の再処理した後のプルトニウムやウラン、核のゴミどのぐらいに出るかっていうのは彼らも表にして出してきたわけですね。でこれを15年にしたらどうなるんだろうっていう表はまだ見てないので、明日そのマシオンさんに出してもらった質問に、4年の時と15年の時とどう違うのかっていうのを出してもらおうということになってるんですが、まあ、そのようにですね、前提がほとんど変わってます。だから使えるプルトニウムはウラン、実はウランは使えないんですけど、まあ、使えるウランプルトニウムはあると言ってやってきたのに、もう今は核のゴミのその、高レベルの沸騰爆発
これが怖いから抑え込む、ルテニウムを発生を抑え込むために長い年数にして、まあ、何のために再処理するのか分からなくなってしまっているような状況に彼ら自身がなっているし、それに対して規制委員会の委員が田中悟が言ったとしてもですよ、他の委員がそれにブレーキをかけてね、いやおかしいじゃないですかそれだったらっていうふうにならない状況が私は向こう大変おかしいと思ってる。だから今の規制委員会の人たち、もともと原子力安全保安にいた人たちがまた戻ってきてやってたりするわけでしょ。それから次この間経産省行ってもう戻りません、バックしませんと言いながらですね、そういう昔そのつながりのあった方々がまたやってるので、結局はその利する状態は変わらない、事業者側に利する状態、決してその青森の現地を安全にとか日本中を安全にというふうには考えてないということがですね、改めて、考えられたかな、そういうことを今現状6カ所はなっています。ですから皆さんの方には逆に言うとその15年に変わったとかっていう情報が流れてない可能性があって、それはもう青森県の新聞には堂々と載るんだけど全国紙には流れてない、大変大きな変化で、こういうことがですねばかり通っていることも大変問題だし、まあ、あとは株コメの話になりますけど、皆さんがお金を実際に払って集めてやってるっていうところもよくわからない状態のまま、また別そのこれからずっと先までねお金を集める手段としてこの制度が作られるということについては、やはりノーの声を上げていきたいなということで、皆さんと一緒に勉強させていただきたくて伺いましたので、よろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございます。今だから再処理工場の、6カ所もなんですね、再処理工場は、試験で一時期動いていて、でその本当に少しだけ動いてた、ところで、ただその高レベルの、固化体を作るところで、行き詰まってしまって、だからその前段階のだから一番危険だと言われる廃液が溜まった状態で、現にあると。だからまあそういう意味では6カ所再処理工場ってまだちゃんと操業はしてないんですけど、すでにそういう最悪の状態の危険がそこに存在するという状態が一つあるのと、まあ、その中で多分一番リアルに問題になるその、蒸発してこう飛び散るような事故の想定で、まあ、それについての今お話が、あったということだと思います。まあ、だからそういう現に危険なものが存在するといった状況の下で、その再処理そのものをですね、どうするのかという ところに全く触れずに、とにかくお金の算段をまずはしてしまおうというのが今回の、流れだというふうに思います。そうしましたら、じゃあその、本題のところですね、原子力資料情報室の、バンさんの方から、ご説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは、どうも。論客が多いので僕はそんなに長い間喋らなくてもいいだろうと思っておりまして、今パブコメに出ているこのタイトルの通りの文書がパブリックコメントにかかっております。1月の5日までというので正月ないような状態ですね。役人は正月休めるかもしれないけど、各方にとってはこの間にいろいろ調べたりしないとみたいな、こんな状態なので非常に憤りを感じております。で、話の内容は、そもそもどういう背景なのかという、喋ることはほとんどがその今日同時にお配りされしてもらっているこの パブコメ用の中から選んできておりますので、つまりパブコメは一体どういうことが書いてあるのかということを解説風に喋りたいと、こういうことなんですね。で、背景問題として一つあります。二つ目は、再処理継続のための政策的提言として、どういう内容が出されているのかということですね。そして最後に考えられる問題点で、この考えられる問題というのは僕が思うところの一部でして、
きっとこの辺でいろんな意見交換がされるんではないかというふうな気持ちでおります。それで最初にその背景なんだけど、そもそもなんでこんなことが最初にその出てきたのかということなんですが、このパブリックコメントに書かれていることから引っ張り出してくると、まあ原子力事業者が共同で支え合う、いつから共同で支え合うというふうな言い方になったのかちょっとよくわからないんですが、突然そういう言い方をしてきていて、その背景は、背景というかなぜかというと、きっとあの電力会社、原子力事業者が出資をして、日本原燃というのは 株式会社です、民間の株式会社ですので、原子力事業所が出資して設立されているというふうなことです。そして、今はもうあの以前は、上場していたんですけれども、電力会社が4000億ぐらい追加出資をした段階でもう上場しなくてもよくなったので、今はその細かい情報が入ってきてなくて、日本原燃のホームページに一応その収支報告等々があるんですが、いわゆる株式会社の乗馬会社に求められているような制度での公表はなくなっちゃっているということです。で、その、まあ、電力10社が共同で出資しているんだ、民間会社だよということでもって共同で支え合うということが言われているんだろうなというふうに思います。で、そういう構造にある再処理工場に対して電力の自由化が進んでいくと、まあ、電力会社間の競争が起こると。したがって、市議会等で言われているのは、まあ、自分のところはもう再処理やめたいと、競争で勝ち抜くためには再処理やってられないよという会社が出てくるかもしれないとかですね、あるいはその噂の話で言うと、電力会社10社体制自体、10社というか、まあ、原子力事業者10社体制自体がひょっとしたらもうダメかもしれないということです。例えば日本原燃はあの活断層問題で敦賀の1号機は廃炉にしましたけど、2号機も動かせないかもしれないと、3、4号機の増設はどうなるか分かんないとかですね、東海第二原発についても、まああそこは防災対策の範囲が100万人になるので、とてもそんなことはできないというふうに茨城県知事は言っていらっしゃいますし、そうなってくるとひょっとしたら、まあ、日本原燃は潰れてしまうかもしれないと、まあ、今はあの電力会社の共同で、それこそ日本原燃も共同で運営されて、運営というか共同の要するに支援のもとに動いて運営されているので、1キロワットも発電してなくてもあの黒字になっているみたいな会社ですね、まあ、それがひょっとしたらもう潰れてしまうかもしれないとかですね、原発が2基ぐらいしかない志賀原発ですね、北陸電力もやっぱり敷地内断層が活断層だというようなことでですね、ひょっとしたら原発も撤退するかもしれないという、こういう状況になっていくと、まあそのみんなで支えているのに1抜け2抜けと再処理やめますということになると、まあ再処理が立ち行かないということが背景にある、実施に影響を与えるというのはそういう意味ですね、再処理そのものがもうできなくなってしまうかもしれないと。本当にそうかなとか僕はいろいろ疑問を思うんだけど、この人たちはまあとにかく補助政策を作らないといけないから、まあ、そういうことが書いてあるわけです。で、まあ、そういうことで、その1点目はこれですね、自由化によって競争が激化する、さっき言ったこと。2つ目はこれも本当かなと思うけど、原発依存度を低減していく中ではって言って、今の20-22%ぐらいだったら別に再処理をやめなきゃならない理由ってないんです。もう10基ぐらいしかないとか言うと、本当にそれで出てきたプルトニウムが使い切るのかとか、こういう問題も出てくるんですけれども、まあ、あのそのなんていうんですかね、現在の依存度低減で本当に最初に、危機的状況になるのかどうかってここ分かんないんですが、まあそういうふうに書いてあって、事業環境が変化をしていくんだと、だから何か支援策を作らないといけないというのが、まあ、最初に書いてあるわけです。で、
で、このシステムですねは、実はその電力自由化法案って、まあ、簡単に略しましたけど、この4月から、来年の4月から4月1日からその電力の全面自由化というのが法律で、まあ、通ったわけ、決まったわけですね。その時に、最後の方になってきてですね、自民党議員連から公明党も入っているんですけれども、付帯決議案というのが提案されてですね、でそれがほとんど審議もなくシャンシャンシャンと通っていった。その付帯決議の中に今のこういうことが書いてあるんです。その再処理が、まあ、非常に厳しい環境になってできないとなるかもしれないから、きちっとした制度措置をつけなさいねというようなことが、まあ、書いてあって、ほぼそれに沿った感じで、展開されてきているというのが、今日のその今導入されようとしているシステムです。で、まあ、ちょっとこれ結論めいたところで言うと、それって裏を返してみたらどうなるんだろうかですよね。電力自由化によって競争激化して制度措置をしないといけないということは、ほっとけば最初よりは潰れてしまうよというようなことです。ということは、まあ、事業としてもう元々成り立っていないということですね。成り立っていないけど再処理を続けないといけないから、そのためにどうしたらいいのかというのを考えましたということになるわけですね。で、なぜ続けないといけないのかって、これも議論って全然ないんですよ。もうエネルギー基本計画に再処理を継続、あるいはその安倍政権の選挙公約、まあ、自民党の選挙公約の中に核燃料サイクルは継続とかの、そんなようなことが書いてあって、そのままストンと降りてきていて、まあ、僕は原子力小委員会では、この原子力委員会が核燃料サイクルに際する検討をやったときに、3年ぐらいの間にきちっとして事業として成立するかどうかの事業評価をしなさいというようなことが決定の中に書いてあるんですね。で、決定の中に書いてあるのに誰もそれをしないと無視しているわけ、原子力委員会もスルーされているわけですね。で、ですから本当に意味があるのか、本当に事業として成立するのかどうか、そういうことは全く議論されないまま、これまでと同じように再処理は継続しないといけないから、そのためにどうしたらいいかという、こういう土俵を作って、議論が始まったということです。だから、まあ、これ一番最後でまた触れますので。で、具体的にどういうふうなことを考えているのかっていうと、一つは、まあ、対策案は二つです。第一点目は、まあ、今、積立金というふうに積み立てているものを、その拠出金という形に変えましょう、ね、2つ目は事業主体というものを新たな事業主体を作りましょう、ね、ということです。で、最初の方の その拠出金から話をしますと、まあ現在はどういう、これは再処理の法律って書いてあるんですが、長ったらしい名前の再処理積立金の法律、積立金の拠出と管理だったかな、関する法律とか、すごい長ったらしい法律名なんですが、積立金を積み立てなさいね、そして管理をきちっとしなさいねっていう、まあそういうことをが書いてある法律があって、それが2005年に成立をしています。で、その構造がどうなっているかというと、ここにあるように電力会社が、資金管理センターっていう、原子力発電環境整備資金管理センターだっけ、正式名称が、そこに対して積み立てますと。で、積み立て額はというと、毎年経産大臣が発電力量に応じていくら積み立てなさいねと、こういうふうなことを指示をします。で、その指示に基づいて電力会社が、まあ、原子力発電を持っている電力会社が、はいはいと言って資金管理センターに積み立てる。で、次に引き出す時には、その今度は電力会社が、これ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 の金額を引き出したいですって経産大臣に、申請をして、で了解を得て、まあ、許可を得て引き出します。で、引き出したら日本原燃にお金を渡すということになるわけですね。
で確かにお金が渡ってるのかどうか、変な使い方してないかどうかについてはこの資金管理センターが領収書等で確認をすることというようなことが法律で決まっています。それで問題はその2005年に法律が定められたときに、2005年以前にもう原発やってるわけですから、すでに使用済み燃料が発生していたわけです。で、そのうちの5600トンぐらいは普通に再処理を委託していますが、残りの部分というのがあって、でそれの扱いについてどうするのかっていうことで、もちろんその原子力事業者がその責任を持つことは当然なんだけれども、2005年以前についてはこの資金、この法律ができる前なので、広く、全事業者から、つまり、その当時95年からちょこちょこ始まっていた電力自由化、まだ一般消費者までは来てなかったけれども一部始まっていた、その自由化で原子力発電以外の会社からその電力を買うことになると原子力から手が切れるわけですね。で手が切れるんだけれども、それは2005年以前に発生した量は手切っちゃダメですよと、みんな原発の電気の恩恵を受けたでしょということで、その部分だけが現在託送料金となって僕たちの電気料金の中から回収されているんです。託送になっているんですね。だからよくなんか託送料金はずっと最後まで続くだろうと、今もどん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 先まで続いていくよという解釈をしている人がいるんだけど、それは基本的には間違いで、その2005年以前の分についてたくさん託送料金に入っていて、でそれについては15年間で回収しましょうねということになっているので、ちょうど2020年発送電分離が起こる、まあ、完成するような頃までには回収し上がっている形になっています。実態どうなっているのか分からない。でそんな風になっていました。でじゃあ2005年以降の分はどうなるのかということなんですけれども、2005年以降の分についてはですね、半分、発生量の半分、だいたい年間1000、まあこういう事故がなければ1000トンぐらい使用済み燃料が出てきていて、そのうちの半分は将来6カ所再処理工場で、再処理します。残りの半分は貯蔵しておいて、そして将来の再処理工場で、その再処理します。こういうふうな区分けになったんですね。お金の上での区分けです。実際には1000トン出てきているんですけれども、6カ所再処理工場の再処理量というのは全体で3万2000トンですので、じゃあその最初に3万2000トン分までどん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 積み上げていくとすれば、だいたい2020年、まあ、事故がなければ2020年頃にその量に達していたんです。だけどそれだとすごい積立金額が大きくなるので、電力会社に配慮して半分だけ積み立てればいいですよと、残りの半分は次の再処理工場に送りましょうねということで送ったんです。したがって2005年以降、原子力事業者が要するにその再処理の費用を積み立てないといけないんですが、それは発生した、その使用済み燃料の半分ということになっています。で、そんな状況にありました。そして僕は全然知らなかったんだけど、その積み立てたお金というのは原子力事業者に属していることになるらしいんですね。積み立てだからそうなのか、そういうことで、したがって、まあそうそう、資産になっているからね、したがってそのやめましたって言ったらそのお金を引き戻していくことができるわけ、当然の権利として。だから、僕のところはもう破産状態です、お金は取り戻していきますよって言われたら返さないといけないことになっているようなんですね。まあ、ちょっと若干僕は疑問があるんだけど、じゃあ使用済み燃料は誰が引き取るのかというようなことでですね、合併の場合は合併した相手のところに行くことになってるんですが、完全に破産した場合はどうなるのかちょっと分かんない。でもまあ要するに帰属はそこなので、返せと言われないと、言われれば返さないといけないという、こういう形になっているということですね。でもう一つは、じゃあその
次の再処理工場に送った分どうするのかというのを、2006年だか7年だかのその事業環境整備というところで議論されて、それでまあ6か所再処理工場分ぐらいもう一個建てた時それぐらいのお金がかかるかもしれないということを念頭に、皆さん積み立てなさいねと、だけどそれ内部留保しとけばよろしいですというふうになりました。したがってこれは経費では落としてはいけないから経費になってないんで、内部留保引き当て金額で、だから真面目にやっていればその引き当て金が引き当てられているはずなんですね。根拠のベースのお金がいくらか分かんない、なぜその時引き当て金にしたかというと次の再処理工場がいくらかかるか分かんないから、きちっとした積み立てはできないよということで、そういうふうな形になっています。でもまあ電力会社としては内部留保してその分を運用資金に使えるわけだから、まあこれは悪い話ではなかったんです。でそんな骨格で来ています。だから一部は積み立て金として、この資金管理センターに出しています。一部は使用済み燃料の一部は内部留保、お金を内部将来の再処理用のための引き当て金として内部留保しているという、こういう状態に今あります。でそこでその引き上げていって再処理が成立しないと困るので、この積み立て金というのをやめてですね、拠出金というのにしようと、つまりこれは返せと言わせないよという、もう拠出したら出しっぱなし、何があってももう返さないよという仕組みにしたいねということですね。で、それが1点です。それから2点目は次のところにいきます。で、したがって、拠出金は事業者には帰属しない、もう出したら出しっぱなしです。で誰がじゃあそれを管理するのかっていうのはまだ決まってないんだけど、基本的には新法人という新しく作る法人がその資金管理をやりましょうというようなことになっています。でかつその新法人がいくら出せっていう金額も決定する。前は今は経産大臣がそのいくら出しなさいっていうのを決定しているんだけど、今度は誰か分かんないけど新しくできた法人が、いくら出しなさいねというのを決定して、経産大臣の了解を得て、運用していくという、そういうふうな形になっています。で3点目はじゃあそれ拠出の対象この範囲を広めましょうということですね。でそれがこの図です。でお手元の資料にはちょっと現状どうなっているのか書いてないんで、まあ僕は足してきました。大まかな骨格のところで言うと、先ほども言いましたように、まあ、再処理の積み立て金というのを積み立てていますよね。そして、その金額というのは今現在ですね5兆円ぐらい積み立てました。でそのうち電力会社は2兆7000億円ぐらい引き出しました。再処理全然してないのに引き出せるのかって僕はそこがちょっとわからなくてですね、詰められていないんですけど、結果はこういうこと、残りが2兆3000億円ぐらい今資金管理センターの中にあります。でですから新法人はこの2兆3000億円をそっくり引き継ぐことになっていくわけですね。でまあこと細かくにですね、じゃあ国債なんか買っているわけですから、その国債どうするのかっていう、現金にしてから引き継ぐのかとか、なんか細かいところを言ってましたら、基本的には国債は国債のまま引き継ごうみたいなことになっております。それでそれ最初の部分はそれだけです。その他に先ほど言いましたように範囲を広げました。差し当たり広がったところはモックス燃料加工工場、まあ、これがないとそもそも再処理した意味がないわけですね。したがって今建設中のモックス燃料の加工費用についてももう拠出金としていただきますと言っています。以前はこのモックス燃料はだから燃料ができた時にその燃料の加工費用を電力会社が払うことになっていました。
だけどもうそんなことは宣伝名初めから拠出金として出してもらいますこういうことになっています。そうすると出てきたモックス燃料はまあだけお金を出した人が引き取るかなんかするかなんかするかどうなるのかここは僕はちょっとよくわからないわけです。で2つ目はこの再処理工程で出てくる、まあ、TRU 廃棄物とかですね、それからそのちょっと読めないんだけど低レベルの放射性廃棄物の処分とか、まあ、再処理工場で出てくる廃棄物の処理処分費用これについてもこれは出していただきますよということになっています。まあそれが拡大の1点目ですね。でただしこの地層処分の分というのはもう皆さん別途高レベル放射性廃棄物の処分費用については別立てでお金を取られています。電気料金に入ってますのでそこはまあ除きましょうねというような扱いになっています。これが拡大の第1点目です。まあだから再処理に絡んで必要なものですね。これを一応全部拠出金で出していただきますということ2つ目はですね、加えて現行大積立金制度の対象となっていない使用済み燃料も含めて全ての使用済み燃料を対象とする。だから先ほど言いましたその次の再処理工場に送ろうとして、引き当て金として内部留保している分これもいただきますよというようなことが書かれているわけです。でこれについてはいきなりだったらまた随分なお金出さんといかんから一定期間に分けて分割納入が可能なような対策を入れましょうねということになってるけど要は国家は全ての使用済み燃料に対してかかる費用について徴収しますということになっている。で、その上の部分の費用は12兆僕は1900億円って書いたんですけど最近のなんか報道では12兆6000億円ぐらいになるということで今後だからさらに7兆円ほど積み立てることになっていくということですね。この12兆1900億円は2004年の時にコスト検証検討委員会だったかななんかで電力会社が出してきた数字のうちのいわゆる19兆円の請求書とかいうことで結構話題になったあれの内訳のうち再処理工場に関するこれは再処理工場に関するというのは再処理だけじゃなくて付属する低レベル廃棄物の処分とかそういったものを全部含めていてそれが11兆円、それからモックス燃料工場についても同じように単に操業だけじゃなくて建設から後のゴミ処分まで含めて、1兆1900億円っていう内訳になっていたので、まあ、それを足し合わせて12兆1900億円って書きましたが最近はちょっと増えているらしくてこれが12兆6000億円という数字が報道されています。いずれにせよその分を集めさらに追加的に7兆円を集めさらに、この現行ですね内部留保しているものを出させようというようなことが書かれているわけですね。で2つ目は認可法人を作りましょうということです。それで審議会の中では日本原燃を認可法人にすりゃいいじゃないみたいな意見もありましたがなんかに入門のようにって言ったら入門がいかんとなんか入門をえらい嫌ってる人がいてですねあれは 何の役にも立たんみたいな言い方でその日本原燃を認可する方法というか案についてはもうすぐに消えました。で多分僕はどこにも書いてないんですけど僕が理解するところは日本原燃は3万2000トンの再処理をやるということで設立された会社なのでそれ以外の先に送られる使用済み燃料までカバーできないわけですね日本原燃は、まあ、だから新しい別の法人を作るんだろうなというふうな気がして、まあ、そういう理解でいます。合ってるかどうかちょっと分からない。
で最初に国有化したらいいじゃないって、認可法人なんかより国有化がいいよっていう意見も市議会の中ではありましたけれども、なぜか国有化したら効率が悪くなるとかですねいろんな意見が出まして、それで民間のあくまでも民間でやるということになりました。まあ多分国有化について言うと財務省がうんと言わないとかですね、まあいろんな、あるいは国が国有化したら全部責任持たんといかんから、国は大体そういう責任を取りたくないという、そういうところが本音だと思いますが、新しく民間の認可法人を作るということですね。株式会社じゃないということは、なぜ株式会社にしないのかというとですね、要するに認可法人は解散できないという、許可がないと解散できないわけですね。だから先ほどのシステムのままで言うと、一抜け電力会社が出てきましたとかいうふうになった時に、じゃあもうやめるかって言って、6カ所日本原電をですね解散するなんていうことは、民間の電力会社なので民間の判断でできてしまうわけですね。でそれさしちゃいかんというようなことで、その認可法人になったわけです。で認可法人になるといろいろと国の縛りがかかっていて、まあ、あの先ほど拠出金の金額の許認可とかですね、そういったことも許可を得ないといけないとかですね、あるいはその解散の時には許可を得ないといけないとか、まああときっと考えられることは、経産省の天下り先が1個増えるという、そういうことになっていくと思いますがいずれにせよそういう、民間の認可法人を作りますということですね。でその認可法人は、まあここに書いてあるように、いろいろと意思決定機関とか書いてあるんですけど、審議会の中でいろいろ問題になってたのは、まあ、外部有識者というものを入れてですね、きっちり競争環境の中で効率的な運営をやってもらわないと困るので、そういった目配せをするような、まあ客観的に判断してですね、いろいろと言える外部の有識者会議を必ず作るようにしましょうとかですね、まあそんなようなことが言われていました。でこの費用はどこから出るかというと、拠出金から出るということになっています。そしてここに、まあ、ここ書いてあるのはいいですね。じゃあその使用燃料は本当はどこに、最終的にどこに属するのかって、これよく分かんないんですね。認可法人が責任を持って再処理をするようなことになっていくんだけど、じゃあその使用済み燃料というのは認可法人に属するのか電力会社に属するのか、まあ、その辺のところが本当はちょっと詰めた議論を見ていかないといけないんだけど、何の議論にもなっていないということです。それで認可法人はどういうことをするのかというと、まあ、原子力事業者から金お金を拠出金を、まあ、集めてくるというのはそれはその通りなんですが、民間の事業者、これ結局再処理するのは日本原燃しかいないので、何やかんや書いてあるけど、日本原燃にその発注するっていう形、委託関係って書いてあるように業務を委託するという、そういう形になると思います。だから日本認可法人が直接再処理をするということはなくて、 いわゆる日本原燃に業務を委託するですね。でそれがどんなふうに委託されるのかとか、そういうことは細かいことは分かりません。今年は何トン再処理してほしいというふうな形になっていくのか、それとも、まあ、そこのそういうコントロールはしないでどんどんやれるだけやってくださいみたいな委託になるのか、まあ、ちょっとその辺ちょっとよく分かんないんですけど、まあ、委託をする。したがって日本原燃は生き残る、で認可法人がそれをコントロールしていくという、そういう構造になります。でこれが、基本的な骨格です。でその次に、まあ、類事項として書いてあるんだけど、これがまた曖昧なことが書いてあってですね、将来さらに事業大きな変化が起きた時、なんか起きるに決まってるような気がしますが、追加的な費用が必要になるような場合には、その原因や費用の性質に応じて競争中立的な方法で当該費用を確保する方策、この競争中立的な方法、ここがなんとなく怪しいんだなと思います。したがって先ほど僕は
託そうなんていうことはありえないと、まあ、基本的にはないことになっているんですが、将来予見しがたい事態が起きた時にそういうことも考えられるような余地を残してな表現が最後に描かれています。さてまとめですが、確認点また問題点として、まあ基本的には再処理が成立しない、事業として成立しないことを認めた報告書だという確認が必要だと思います。まあ、だからやめればいいんだということですよね。はっきり言えばこんなそんな成立しない事業を続けても意味がない、意味がないというか、後で負担がしわ寄せがどん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 後になって出てくるんじゃないかと僕はここ思ってるんですね。コメントでいろいろと論客にちょっと議論してほしいところです。で、最初に言ったように再処理に関必要性に関する議論って全くないんです。なんでやるのか、なんでそんなものが必要なのかということですね。でもう一つ最後に、今度は余剰プルトニウムを持たない国際公約を守るというのもこの本文の中には書いてあるわけです。そうすると現在まあ47トンほどのプルトニウムがあって、それを最初に使わなければいかんだろうということで、その国際的な圧力というのはだん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 強まってきています。でそうするとそっちを先だよっていうふうになった時に、福島事故の後で、まあ、プルサーマルやるって言ってるけど、まあ、事前了解白紙だよって言ってる自治体もあるわけで、とかですね、まあ、大体再処理の一番大きい契約者は東京電力ですので、東京電力がやれないみたい、もうプルサーマルやれないみたいになった時に、たとえ6カ所が動かしてもいいよ、規制委員会がゴーサイン出してもですね、やれない、これ以上余剰増やすわけないいかないから再処理を当面できないという事態になりかねないわけですね。でそういう恐れがあります。でそんなふうに、再処理を制限、需要に合わせて制限していった時に、お金はどん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 毎年のようにかかる、毎年のようにかかるから拠出金でその紐付きじゃない金にしようと言ってるわけですよね。でどん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 使っていきます。最後になって、再処理する費用なんていうのはもうどこにもないよとかですね、第二再処理工場なんてとても作るお金なんかないよという事態になっていくわけです。それでも作ろうというと多大な、なんていうか国費、あるいはその消費者に負担を強いることになるというわけですね。まあだからその拠出金を食い潰していくというのは僕の理解なんだけど、でその後どうなるのか、これがまあ上のことに来る事業の成立性に関連してくると思うんだけど、そういう議論をきちっとして、やれるという判断をしないまま、とにかく今のその6カ所を潰しちゃいかん、維持しないといけない、そのためにどうしたらいいかという議論になってしまう。まあ、そこが一番大きな問題だというふうに、まあ、思っています。あとは論客に任せます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、ちょっと なんていうかな、いろいろ、難しい話と、難しくない話といろいろあると思うんですけども、少し2、3、ばあさんとやり取りをさせていただきたいと思います。すみません。一つ、この拠出金の、まあ、基本的にあれですね、お金を貯める制度が変わると、2本ある、はい、ですね。それで、ですね、これ多分2005年に、6カ所の分だけそのなんか資金管理法人に出すと、はい、でそれ以前は全部内部留保だったんですかね。でその内部留保の時は、これ内部留保ってすごいなんかなんていうかな、デタラメな制度で、要は会計上なんか数字の上で積み立ててるだけなんですよ、確かね、数字の上で積み立ててるだけで、でそれをまるでもう支払ったかのような、ね、支払ったかのように、処理しちゃうので、で損金の扱いなんですよね。
ね、で損金っていうのは非常に電力会社にとってはラッキーなことで、だから税金がかからないんですよね。だから税金が全くかからずに、ね、公然たるなんていうか内部留保というか公然たる秘密口座がどんどん増えていくみたいなんですね。でそれを当然運用して益を出すわけですよ、ね、その浮いたというか会計上浮いたお金は、でも実際にはなんかそういうお金が、存在するわけではないので、っていう状態だったんですね、この2005年の前は。で6カ所の分ぐらいはちょっと表に出そうよっていうので資金管理法人を作って、だから半分ですね、6カ所の分だけはこうして、で、6カ所の分でない分についてはまた内部留保を続けて、だから内部留保って結局 なんかお金が、ね、せっせと貯めてるわけでは全然なくて、ね、本当にこう形の上で、ね、自由になんか会計上なんか勝手にマネーロンダリングしてくれてるみたいな、なんかそういう非常に曖昧な制度なんですね。だからこれ外出した時も結構電力会社大変だったんですよね。だから実際には何も積み立ててなかったものを表に出して積み立てなきゃいけないというので、まあ15年かけてゆっくりやんなさい、あ、まあでもうちはいっぺんにやっちゃいます、思いっきり赤字ですみたいな、まあ多分いろんなやり方でこう出したと思うんですけども、でそれをまあ今回は完全に外に出して、もう国がまあ一定関与して、まあ認可法人ですので完全に国ではないですけど、まあ認可法人って一番まあ独立行政法人ほどではないけども、それなりに国の関与が可能なそういう法人みたいで、だから国が一定関与して、まあ、一定強制的に資金を出させるというようなシステムになってるわけですね。でちょっと2つ疑問があってですね、一つはやっぱり自由化に備えてやるんだということになってるんですけども、ところがこの文章に書かれているその自由化に際して懸念される事態っていうのは電力事業者の破綻なんですよ。それしかないんですよ、電力事業者の破綻。だから今言われたように日本原電とか北陸電力とか、ね、あと中国電力とかです、なんかとにかく弱小電力会社が非常にやばいんではないかみたいなね、いうことを言ってるんですけども、ただね、だからバーさん言われたようにうちはやめますっていうのはなんか多分それは難しくて、だからこう破綻っていうものをここには出してると思うんですけども、でも本当に彼らが電力ね、そういった会社をもう潰れることを前提に議論してるかとも思えなくて、だから結局は国が強制的にね、こんだけ金を出しなさいというね、で原発を持つ電力会社はね、あ、大変なんですうちはみたいなね、いう形にして、でその最終的にはやっぱり託送料金乗っけていてね、乗っけることをこう正当化するというかね、でそれはなんかあからさまに乗っけるのか、それともちょっとこっそり乗っけるのかちょっと分かんないですけども、最終的にはそんな形で他の電力事業者にも間接的にね、非常に間接的にはあるけども、原発でない電力、今後ね出てくる電力事業者にも負担をさせるような、そういうなんかそこが本当は狙いじゃないかと、でそのためのなんか一つのステップを踏んでるんじゃないかっていうふうにも見られなくはないのかなと思ったんですけども、その辺はどう思われますでしょうか。その最終的にそうなるかもしれないけど、僕は結構何度も経産の役人とは確認しているんですし、文書の中にも原子力事業者がという種を使っていて、当面はだからこれらの責任感、まあ、お金を出すあるいはそれ以降の対応については原子力事業者の責任でやっていくということについてはかなり明確に今の段階では言っています。だけど最後にちょっと出したように、
さらに劇的な変化があった時にどうするのかについては、まあ、あのそういう競争中立的な方法というのはつまりは託そうですよね。だからそういう方策を含め措置を検討していくというから、まあ、検討していくかもしれない。その布石、まあ、明らかなそこの最終的にここを狙ってというふうにはちょっと思えませんけど、僕は思ってないんだけど、大事に これを認めないというのが基本的立場ですので、あんたら原子力事業者に対して言ってるんだから、あくまでも事業者が責任を取れという、基本的にはそういうことで攻めていった方がいいなと思うので、妙にあの託そうになるだろうという納得の仕方は僕はしないようにしていますが、余地は残っているということです。まあ、ちょっとそういう問題が一つあるのと、はい、それからもう一つはですね、あのこれだから積み立ての対象がぐっと増えると思うんですね。で特にあの6カ所以外の、要するに6カ所が半分だったものが倍になるわけですね。全量問題するってことは、でこれ電力会社にとっては相当負担だと思うんですけども、これに対して電力会社からなんかこんな無理だみたいな声が出てないように思うんですけど、それがちょっと不思議かなと思うんですけど、どうなんでしょうか。確かにあの審議会では声が出てなくて、これはですね、いやその辺は議論にしてもらおうと思ってたんだけど、結局あの僕もちらっと書いたけど、使用済み燃料誰が最終責任取るのっていうところがあのちょっと見えないんですけど、まあ電力会社にしてみりゃお金を出して新法人が全部の使用済み燃料を管理あるいは処理処分してくれるということになったら、もう後始末の責任も取らなくていいわけですよ。なので隠れたうち電力会社とか、まあ、原子力事業者側の隠れた意図は、もう使用済み燃料を新法人に渡して俺たちはその後始末その他からは引きますよと、最初よりも新法人やってくださいねという、なんかこう電力側としてはそこ適齢金みたいなという言い方変だけど、そんな思いあるんじゃないのかなと思います。だからそこはちょっと他の人の意見もね聞きたいところなんですけど、そんなことは何も書いてないので行間を読むことになるんだけど、僕の行間の読み方はそういうこともあるのかなと思っていますけど、どうですか坂上さんは。いや私はなんかちょっと その辺もね、なんかこれ電力会社にとっては、特に小さい電力会社にとっては相当の負担だなと、ね、だから、いやそのうち我慢してれば託そうで何とかしてくれるんじゃないかみたいな、なんかやっぱちょっと私的にはタクソにこだわりたいんですけども、だからちょっとそういう最後の留事項はね、だからあの公正中立のやり方って明らかにタクソに乗っけるっていうことだと思うんですけども、だからそれでなんかこうまあ取引ってわけじゃないですけども、まあ今回はこれでよしにしたみたいな、そういうことかなと思ったんですけども、だからまあまあ、これはだからどうこう、パブコミに書くはぜひ皆さんそれぞれの意見で書いていただいたりと思うんですけども、まあ、私的にはやっぱりちょっと最終的にはね、その再エネの再生可能エネルギーでどんどん新しく参入してくる、ね、そういう電力に対してもまあそのあからさまになのかね、わからないようになんかわかんないですけど、そもそもその送電線の使用量っていうのが自由化になったらね、例えばどういうコストがそこに乗ってんのかっていうのは本当にこうオープンになるのかどうかとかね、いうのも含めてちょっとその辺は非常に私的には気になるところかなっていう。すいません、基本的な話なんだけど、こっちの新たな制度の方でもそこは全く同じです。同じでしょ。そうすると払うのは原子力事業者じゃなくて我々の国民のお金を、例えば風力使ってる人とか
あの太陽光を使ってる人にも貸していくかどうかの話で、そうそうそう、そこをさえ、まあ、そこが基本的に変わらないんだから、下の方で抑えるのその制度の運営のよりは、俺らが払ってる金がそこにただ行ってるだけの話で、あと問題は例えば志賀原発みたいなところに原発1基しかないところが、まあ、あの断層の問題でできなくなりましたっていうと、拠出に払わなくても済むわけだよね。だからそういうふうにして電力会社が引っこ抜かれていった時に、あそこを支えるのは結局我々がずっと支えきるっていう制度は変わらないっていうのは基本的なラインだと思う。うん、だその時にだからその、うん、今でいうと託送で回収するんじゃないかっていうんだけど、その可能性はもちろん否定はできないんだけど、今のこう提案されている内容はあくまでも原子力事業者がなんとか頑張りますというのがあのことですね。そして託送に入れたときに、託送は規制料金なので審査がちゃんと入って、従ってその行政、文書になるので、情報公開によって、まあ、何がどういうふうに含まれているのかっていうのは見えるようにならないといけないんですよね。まあだから、まあ、もちろんその上で託送に入れるんだけど、託送に入れるということは再処理が要するに国民的な必要不可欠なもんだという納得をしてもらわないと入らないわけですよ。でそこはまあ一つの論点だと思いますけど、まあ、本当にそんなそのどうしても日本はこれを維持しないといけない、国を挙げて維持しないといけないという論理が成り立つのかどうかですよね。少なくとも今の K さんのその論理構成から言うと成り立たない。民間 の, そのやってることだという形から言うと、だからそこをなんとか、まあ、あのその託送にやっていくときには、まあ、そういう議論をきちっとやってやらないと、それは成立せんだろうなと。そうですね、はい、あのだから今だから2005年以前の ね、あの使用済み燃料分については託送に乗ってて、まあ、要するに原発でない事業者も全部払えってことになってて、でそれの理屈もちょっとよく分かんなかったですよ。なんかね、あのもうすでにあの国民等しくなんか、ね、その電力の恩恵を受けてるんだみたい な, なんかそんなあの わけのわからない理由だったというふうにちょっと記憶しています。堀江さん、なんかコメントあります？コメントは、あ、そうですか、わかりました。じゃ じゃあ続きまして、大御所登場ということで、あの佐藤美恵さんの方から話を伺いたいと思います。先生、今回ここに来ることになったのは、あの会議を傍聴してまして、パブコメになるっていうんで、きっとバンさんが何か言ってくれるかなと思って、流れないのでしょうがないなと思ってメーリングリストで私が流したらこんなことになっちゃったんですけどだから全然お場所でもないです。で今日私用意してきたのはこの資料だけで、あのやっぱプルサーマルの工場が、モックス燃料の工場が今回含まれるっていうのが、丸5丸6って書いてあるんですね、表のところで縦のやつの丸5丸6って、あの今まではフロントエンドなんで、モックス燃料はバックエンドじゃないという判断だったんですよ。それを今回もう再処理に関連する事業ってことで無理やり入れちゃうっていうことになってるみたいで、なんかこのスルッと入り方がすごい怪しいと思って、うん、でまあこれがあのいつも池野さんからいろいろ送ってもらってる資料の中から、関連文だけを抜粋してきたんですけど、輸入されたモックス燃料、輸入されたウラン燃料の価格の比較です。でこれを見ていただくと、9倍以上違うことが分かると思います。で高浜3、4号向けの燃料ですから、まあ、ほぼ同じ燃料に対して1体あたりの価格がこれだけ違う。でこれを何でやるのかっていうことを株主総会で今までも何度も聞いてるんですけど、あの関電は経営努力で吸収するとしか言わないんですね。で関電はご存知のように4期連続の赤字で、さっき危ない会社が抜けるんじゃないかって話ありましたけど、一番危ないのは関電です。で一番倒産しそうなのは関電なんですけど、でそんな状態で
もう一つ裏見ていただくと、これが傍聴してた会議の発言なんです。木素燃料を燃やした後はどうするんですかみたいな質問が出て、でその時はなんか事務局がボソボソっと答えたと思って、今回議事録を確認したらないんですね。事務局が何と言ったか消えております。でもう委員の質問意見っていうのだけが載ってる状態になります。で要するに文字がやっぱりもう無理だっていうことが分かってきたのか、この図から、ね、先ほどの図から文字はきれいに消えてるわけですけど、そうすると出てきたプルトニウムをどうしても燃やさなきゃいけないと。そうすると木素燃料を例えば経済的な理由で電力会社がやめますっていうことを言わせるわけにはいかない。でそのための制度なんじゃないかなっていうふうにさえ私は思っています。以上です。はい、じゃあ、堀江です。全然私ここにあってなんか喋るっていうそういう予定なんか全くなくて、すいません、急に勝手にあれになっちゃったんですけども、ちょっとまあ言いたいことっていうか皆さんに理解してもらいたいことがありますので、で私は細かいことについてもう10年前にやってたもんですからもうほとんど忘れちゃってて、確証的な数字のことについてはちょっと分かんないんですけども、一応考え方というか全体のあれをちょっと皆さんでイメージしてもらいたいなというふうに思うんです。まずここにある案のところで初めにっていうのがあるんですけども、この初めにのところですね、2、4、6、8、10行目ぐらいからかな、平成28年の4月に開始されるっていうところがあるんですけどもね、結局ここで何を言いたいのかっていうと、電力システム改革に伴ってこれまでの原子力事業の前提としてされてきた地域独占総括原価方式の、料金規制による投資回収保証が失われる、これが全てです。つまり金が取れなくなってきちゃった。なぜ取れなくなったのかっていうと、電力自由化によって総括原価方式がなくなるからなんです。でこれをどうしようかっていうのがこの制度のもう本当に根本的な問題なんですよね。それがあるという。でそれを理解するのにはこのそのまあ現在ある再処理積立金方式、これも理解していただかないとなかなか理解できない。というのはこの再処理積立金方式っていうのは17年か平成でいうと17年にできたもんですけども、これなぜできたのかっていうと、これはその当時日本原燃がもう破綻寸前だったんですね。もう債務超過であと1年2年するともう破綻するよという状態だった。これを救うために積立金制度っていうのができたんです。本当はここ書いてあるのを見ながらやっていいんでしょうけど、私全く喋るつもりもなかったんであれだったんですけど、その要するに積立金制度っていうのはどういうものかっていうと、それまでに積立金制度ができる前に電力会社と日本原燃が再処理契約を結んでたわけですね。その契約内容っていうのは、再処理契約内容っていうのは、基本料金とそれから重量、つまりどれだけ処理したのかっていうことを足したところの値段ね、まあ細かく言うと利子とかそういうのもあるんですけども、それによって再処理料金を電力会社は日本原燃に払ってたわけです。どういうことだか分かりますね。つまり基本料金はあるんだけど出さなきゃいけないんだけど、重量の部分については要するに出来高払いだから再処理をしないとその部分は入ってこないんですよ。だから日本原燃は破綻の寸前になっちゃった。つまり再処理今もあんまりできてないんだけど、もう当時も全く動いてなかったから料金が取れなかったわけですよ。それでこれだとまあ日本原燃は破綻しちゃうよ、なんとかこれをしなきゃいけないよということでできたのが積立金制度なんです。でこの積立金制度の再処理契約がどういうふうに変わったかっていうと、要するに再処理に要する費用、これを払いなさいというふうに変わったんです。再処理に要する費用っていうのは何なのかっていうと、1年間に
要するに日本原燃がいろいろと人件費使ったりとかいろんなことやってやりますよね。その時の全部のお金を払うというふうになってるんです。つまり全く日本原燃は使った費用をそのまま要求することができる、電力会社に。それはまあ案分なんですけどね、案分で各電力会社にするんだけども、そうすると安泰なわけですよ。要するにそれまでの最終利益契約とは根本的に違ったものをやることによって日本原燃が延命をするというようなシステムに今変えたのが今のこの状態なんです。それでさらに今回は何なのかっていうと、さっき言ったようにこの日本原燃がその、まあ再処理で、再処理費用に要する費用を全部電力会社からもらってたわけですけども、それはどうやって払ってたかっていうと、これは全部電力会社が総括原価方式によって皆さんの電気料金から回収してたわけですね。ここで回収っていう言葉はよく出てくりますけど、つまり使った金をいかに誰からか取ることができるってことがなければ事業として成立しないわけですよ。積立金制度の時はそれで成立してた。ところがその元になっている総括原価方式が今度自由化によって20年になくなるわけですね。その時どうやってやって回収するのかというのが今回のテーマになってくるわけです。だからそのあまり難しいことをっていうか具体的なことは書いてないんだけども、一番根本になるのは経済的なものからいくと、どうやってやって要するにいわゆる消費者から回収するのかという、それをこう出そうとしてるわけですね。でそれをチラチラと言っているのが中でどっかであったかな、いやあの はっきり言えばちょっと私のうろ覚えないでなんですけども、この中でこの制度でその要するに再処理費用だけじゃなくて、再処理料金だけじゃなくって、廃炉の費用、それから損害賠償費用、それもなんとかしなきゃいけないねって言ってるわけですよ。もう明らかなわけですよ。この2つ、残りの2つについても、これも今総括原価方式だから電気料金を皆さんから取ってるわけですね、全部。そういうようにしてるわけ。つまりその総括原価方式がなくなると、再処理費用だけじゃなくて廃炉費用、廃炉会計の時にもあったんですけども、廃炉費用、それから損害賠償金、東電が今払ってるやつ、これは皆さん知ってるのかどうなのか分かんないんだけど、私いくら口を酸っぱくしてもなかなか反応がないんですけども、要するに10兆円というね交付金っていうのは、もう皆さんが電気料金、今の総括原価方式がいく、ここの東京電力だけじゃなくって全国の電力会社の消費者から回収してるんですよ。消費者が払ってるんです。東電は一銭も払ってない。交付金は税金で出してるけど、それも回収するから国も一銭も払わない結果になる。このことを全く皆さん理解してないんだけども、本当に全部電気料金の中に入ってるんですよね。だって東電が起こした事故なのに、なんで他の電力会社の消費者が負担しなきゃいけないの？こんなのおかしいでしょ？ということが皆さん分かってないと思うんですけどね。他の電力会社にしても、いや東電だってそうですよ。結局発電のためにかかった費用っていうのは、それは総括原価方式の基本的な考え方として費用に入れるのはいいですよ、発電のためにね。ところが事故を起こしたものっていうのは、これはいわゆる経費じゃない、営業経費じゃないわけですよ。要するに特別損失になるわけですよ、乱害になるわけです。これについても総括原価方式のあれを使って費用に入れちゃってるわけですよ。それで料金から取ろうとするようね、こういう無体なっていうか、ご無体なっていうか、めちゃくちゃなことをだから今やられてるわけです、現実に。だからなおさらのこと、私はもうこれはタクソに入れるしかないのかなっていうふうにしか思えないんですね。ええ、でそれがまあちょっと今全体の感じとしてどういうふうに流れようとしているのかっていうことについては、再処理事業についてはあくまでもこの回収の問題、金をいかに消費者から取るのかというふうな設定の問題として、これはまず一つは立てられなきゃいけないということです。それでじゃあもう一つ、ここに一番最初のところから出ている問題なんですけども、再処理の必要性っていうのを全然考えてないんですよね。経済性っていうことも考えてないんですよね。言ってないんです、論議してない。
何のために再処理するのかっていうと、これは原子力発電所の燃料を作るためなんですよ。それ以外何物でもないんですよ、再処理っていうのは。原子力発電所の燃料になるっていうことで再処理をするわけで、プルトニウムは何なのか、回収プルトニウムは何に使うかって言ったらモンジュですよ。要するにこれは高速増殖炉に使うためにプルトニウムはある、モックス燃料のためじゃないんです。いよいよまあモックス燃料、軽水炉に使うためじゃないんです。あれは消費のためです。で、高速増殖炉っていうのはまさに高速で増殖をしないと意味がない。高速増殖炉を使う意味がない。未だかつて世界でそういう増殖にしたところってはない。フランスももうやめちゃったし、どこもない。日本もこの状態。つまりプルトニウムを回収する意味っていうのが現在の実績から見ても何から見てもないんですよ。でもう一つ有効利用は何なのかっていうと、回収ウラン、これがまた多いんですよね。めちゃめちゃに多い。使えない。ところがね、この回収ウランっていうのが、何本か、要するに燃料棒の中に入れて試験実験という形で何本か関西電力とそれから東京電力で使っている程度しかない。あれ何トンだっけ、再処理量が、英仏で16000トン、何トン、5600トン、そう倍だからね、5600トン、そのうちの 90% って言っていいよね、回収量。だいたいそんな 90% ぐらいが回収ウランなんですよ。そんなに多いね、つまり再処理の目的として核燃料にするための、それが目的なんだから、それだけいっぱい出ている 90% 出ている回収ウランを使っていないというね、この現実からしてもう再処理の必要性っていうのはないんですよ。実績からして全くない。なんでこの論議をしないのかってこと。じゃあまだ なんでまだこれから再処理する必要が、海外にいっぱいあるじゃない、ウランが、回収ウランが、プルトニウムもあるしね、それを使ってからやれよっていうね、そういう話になるんです。だからその必要性の論議をしないでこんな制度の話をするっていうのは全くナンセンスだし、そういうのを許しちゃいけないんです。もう我々が許してるのがいけない。何でもかんでもみんな、ああそうかっていうね、感じにしてるのがいけない。もう本当にね、みんなね、人がいいっていうか、なんちゅうかね、もう なんとかね、これやっぱりね、行かないとダメですよね。本当に行かないと。今までこんなに実績の中で何の役にも立たないっていうことが、必要性でもわかるし、ね、経済性だってないんですよ。だって、ウラン燃料の新燃料そのままポンって入れれば、原子力発電所私推進だっつったって、そっちの方がいいわけですよ。こんな回りくどいことをして汚してね、さっき6倍だっつってね、関西電力9倍だっけ、9倍だって言ってるのはあくまでも出てからの話だから、その前の話からするともっと多分なるんだと思う。日本だともっと高く、もっと高くなります。それでもう一つは、だから東京電力なんかも言ってるんだけども、それ部分的にやってるから影響、経済的に影響がないって言ってるんですよね。ところがこれフルモックスにしたりなんかして、全部それね、モックス燃料でやってみなさいよ、この負担の大きさ。もう原子力発電所やめたいっていうふうに言うに決まってんだから、そんなのは今だってやめたいのに。そんな、つまり再処理して核燃料として使う意味が全くないということ、経済的にもない。これのまず論議が絶対的にこのあれの制度の時にパプコメについては行わないといけない。で、これは私はさっきこの流れの中でありましたけども、再処理だけじゃなくって原子力発電所を止めることができます。これを止めちゃえば、再処理を止めちゃえば、なぜそんなにしつこく再処理を延命させようかっていうふうに言うのは、結局金の問題なんですね。でさっき破綻の問題が出たけども、ここで破綻のような言い方をしてるんだけど、誰が破綻するのかっていう問題があるわけです。つまり日本原燃が破綻するのか、電力会社が破綻するのかっていうことで違うんですよね。日本原燃が破綻するっていうのは、今のままでいけば、例えば破綻することはない、
要するに総括原価方式にそのままいけばね、いや行かなくてもいいんです。それ総括原価方式で回収するのは電力会社だから、今の契約でいけば日本原燃は使った費用を全部電力会社に請求することができるわけだから、これがだから自由化になろうが何なんだろうが、日本原燃はずっと使ったものをずっと使うだけね、費用請求すればいいわけです。だから例えば 3.2 万トンだっけ、あれのその量で契約してるわけじゃないんですよね、期間で契約してる。だからもういくらやったって別にその日本原燃は痛くも痒くもない、生き残ることはできる、総括原価方式がなくなっても。で、総括原価方式がなくなって困るのは電力会社なんですね。つまり払った分を回収するっていうその意味での総括原価方式がなくなっちゃうから、回収手段がなくなるわけですよ。で、その時にどうするかって言った時に、いや払い続けてたらいい、日本原燃じゃなくって電力会社が破綻するわけですよ、そういう意味で言えば。だからこの辺はちょっと住み分けをしないとダメだということで、もう一つ住み分けしなきゃいけないのは、さっき言ってたちょっと核燃料サイクルの問題なんですけども、再処理はこれは再処理事業という民間なんですけども、核燃料サイクルになってくると、まあ一応その昔の同年に開発機構がやったりなんかしてるんで、まあ民間というよりもむしろ研究だとかそういう部分があるんで、そのところの2つは違うんだということもきちんと住み分けて考えないとごっちゃにしちゃいけないという、そういう問題があるんですね。だからそうやってその物事っていうか、それはだから誰がその誰のために回収するとか誰のために投資するかっていうことになるんですね。でもう一つ、日本原燃が倒産しますとね、これは倒産しますと電力会社、東京電力もはじめ全部債務保証してるんです、日本原燃に対して。つまり倒産したらその分銀行に払いますよというふうになってるんです。もう東電はもう破綻企業なんだけど、でも未だに債務保証外してるんだってね、お前何なんだよ、自分とこの心配しろよっていう、そういう関係性があるんだけども、まあとにかくこの裏っていうかね、ずっとそうなんだけども、一番根底的にあるのは金融機関です。金融機関がいかに取りっぱぐれがないように、この回収という言葉を金融機関がって言った方がいいかもしれない。金融機関が取りっぱぐれがないようにどういうふうにしたらいいのかっていう話をだからしてる。もう一つは財務省、財務省がいかに自分のテリトリーのところの金を使わないように一般会計でやんないで、まあしょうがないよね、特別会計でやろうかっていうふうになれば、まあうんというかもしれない。目的的にそうやってやって再処理事業のためにとかね、そういうふうなための会計を作ればうんというかもしれないけど、一般会計からは絶対に出さないというのが、まあ少なくても特別会計の中でもそうなんだけども、財務省が金を出したくない。だから先ほど言いました再処理損害賠償金のね、交付金のことについても、これはだから本当交付金だから渡しちゃって、いやこれ返さなくていいよって言ってたんですよ、パブコメだとかなんとかとか、それから経産省のあれにしたら返さなくていい金なんだから、利益計上を東電はしてるわけだけど、監査委員かなんかの見るとこれはだからどうやって回収するんだってやってるわけですよ、口の監査委員が。 つまりその機構の方からに出さなきゃいけない電力会社の一般負担金と特別負担金、これによっていかに回収できるのかっていう、そういう担保があるかどうかっていうことをきちんとだから国の会計の方は見てるわけですよ。そういうそのようにしてるわけで、結局はその金の問題、金の問題がやっぱりこうやり取りの中でどういうふうに動いてるのか、動かされないのかっていうことを見ていかないとちょっと見間違えちゃう部分があるんで、さっきなんかちょっとあったんだけどちょっと忘れちゃいましたんで、あんまり長くなってられるんで、また金融機関に対してやっぱりやらなきゃダメ、これも絶対必要です。だからさっき言ったように、この根底にあるのはみんな金融機関なんだ。金融機関の投資なり、それから貸し付け、そういうものによってそのやってるわけですから、これをやっぱり、私は三井住友に行って、その関電なんてもうこんなにね、5期連続で赤字でこんなところに投資できるのっていうね、投資リスクどうするの、それからこれだけ要するに利益が上がりますよっていうことを毎年出してるわけです、金融機関に対して。ところがそれが覆されてるわけ、東芝もそうだしね、
全部それすると要するに繰越し税金の要するに資金に対してそれを取り崩さなきゃならないっていうのもあって、そうすると債務超過になるね、あのそういうあれが出てくるんで非常に面白いんでね、本当にね、あのなぜねそのまま投資してるのかっていうやつはね、やっぱりね金融機関に対してやるべきです。はい、あと他にご質問とか。すいません、私がすさっきの話で、あそこの取り戻し額が、2兆7129億8900万円なんですけど、あれがだいたい10年間なので、1年間だいたい2700億円ぐらいずつを取り戻して、もうすでにあれだけ取り戻しちゃったっていうことなんですよ。で、40年間動かすってことで日本原燃の要するに資産はやったんです。で、今からになるわけですよね。2年後運転開始。でも設備はもうほぼできちゃってる。3年後運転開始で。そこから40年本当に動かせるんですかっていうのをいつか誰かに聞きたいなと思ってたんで、ぜひ今日いい機会なんで、いかがでしょうか。東海の最初に工場は1年目は運転したんだけど、その後ずっと止まって、あの動いたり動かなかったりということがあったんで、6カ所の最初に工場は、2006年の4月からちょこっと再処理をして2年半ぐらいで425トンを再処理してみました。で、今止まっていますから、ガラス固化体の製造工程も危ないということで、今動かし出して本当に大丈夫なのかなっていうのは私たちの懸念で、動いて最初の1年2年はいいかもしれないけど、その後この20年ぐらいの建設の間のさまざまなその間違いとか、それから今溜まっている配管の中に溜まっているゴミが配管を腐食している場合もあり得るので、果たしてまともに動くかなっていうのは、青森にいる人たちは大体危ないだろうなと思っていますよ。それから、元原燃にいた職員なんかでも辞めてる人がいますけど、あの原燃にいる職員とよく話してるんだけど、また伸びたね、やっぱしできないんじゃないかっていう話をしているということをちらちら聞いていて、本当にその動き出して40年大丈夫やれる、3万2000トンやれるなんてことは紙の上では簡単な話だけど、おそらくできないだろうなというふうに思っていて、まあ40年の間であれば1回2回ぐらいの大きな事故が起きるんじゃないかっていうのが地元にいる感覚ですね。だから動かないっていう方が一番早くて、なんでこれ動かない工場にこんなに金を出すのかっていうのは、あのどなたでも感じてる疑問だけど、青森県政の方にすれば青森県に核のゴミが来てるうちは金になるという話で、今あの社民党、私社民党に属しますけど、今社民党でもさすがに今県に対する要望の中で使用済み核燃料を各電力会社に持ち返せという要請を出すんですが、合わせて425トンを再処理した後に出てきた核のゴミについても細分して各電力会社に戻せという要請を出すことにしました。これが結局青森県民の声で、結局使用済み燃料 核のゴミもいらないし、もうそれに伴って出たゴミもいらないと言ってるんですけど、あそこのこの表の中でですね、低レベル処分というのはいわゆる原発のゴミじゃないんですよ。あそこの低レベル処分というのの中に地層処分の隣に低レベルがありますね。でこれの中で今言われているのは、まあ、TRU もそうなんだけど、実は再処理工場からすごいゴミが出てきて、これを当初はあの100メートルぐらいの穴の中に埋めて、今ある低レベルと同じ300年管理にしましょうと言ってましたけど、先ほど紹介した田中悟の委員会の中で今やってるのは、当初は300年事業主体として残してもらうけど、安定した地層の中で10万年管理しなきゃいけないということで、当初は300年管理が簡単にですね、今10万年という話になっていて、それが再処理工場から毎回のように出てくるということでありますから、この工場が動き出して環境汚染にもなるし事故に可能性もあるので、まあ私は動かない方に丸をつけたいなという思いがして、現地の状況はそんなとこですね。だからあとは怖いのは、その影響の範囲が
どこまでいくかということ、これは明日 の、 あのマシオンさんたちの学習会の中でも聞きたいところですけど、どこまでの範囲を事故の想定として見ているのかというところについては、地元青森の方はもっと関心を持って見ていますので、これと連動してですね、あの動かない方向に舵を切りたいと思っているところであります。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、あの6カ所の最処理については必要性の問題に合わせてね、その今言われたその危険性というかね、まあ、そもそも再処理が危険であるというのが前提としてあるんですけども、さらにその、ね、6カ所の地下の6カ所断層が動くんではないかと、あるいは沖合の非常に長大なあの断層があって耐震性の問題というのもありますし、それから、建設開始から何年ぐらいですかね、20年以上、まあ、だからなんかいきなり老朽施設みたいな、ね、しかもあの原発と違ってあのメンテナンスをしていくっていう発想じゃないんですよね。もう一旦作ったらあまりにも放射能レベルが高いのでもう手をつけない、ね、手をつけずにもう、ひたすらあの既存の施設で動かしていくっていうのは基本的なあの設計の考え方なので、だからもういきなり老朽施設で、でもあの試験で動かしちゃってますので、あのもう手がつけられないと、今更あの材料を変えることもできないという状態で、いきなり老朽施設の状態であの本当にスタートしちゃっていいのかっていうですね、まあ、そういうまさにさらにね危険性が増すみたいな、状況っていうのもあると思います。武さんの方から、使用済み核燃料 の、 あの、まあ、電力会社としては、それ の、 あの行き先というかね、いうのが確保できればそれあの そちらが最優先な状況だというのが現状としてはあって、まあ、だからこそ再処理できないのにできるふりをして、モンジュも破綻しているのはずっと前から分かってるんだけども、一応なんとなくあのあるようなないような状況を続けて、まあ、一応再処理 の、 あの出口としてあのそういうものがあるんだというのを存在として、示さなきゃいけないみたいないうところで、まあ、そういう意味ではいろんなものが張りぼての状態で、でも厳然と存在はして、でしかもさらにそれに、強制的に金を結局は電力料金の形で、転嫁するようなものを巻き上げて、それをあの意のままにしようというのが今回の制度ではないかなというふうに、思います。それでもしその原燃あこれをやらないと原燃はどうなるっていうのを、10秒ぐらいでお答えできれば15秒ぐらいで、はい、それはだからさっき言ったように日本原燃は要するに総括原価方式があるうちは潰れないんですよ。要するに総括原価方式がなくなった時に電力会社がどうするか、要するに本当に払うのか払わないのかが、そこが境目で、さっき晩さんが大事なこと言ったんですね。つまり積立金と拠出金のこの制度の違いのところで、要するに積立金は民営のやつでやってるわけですよ。拠出金は多分これは民営から公営に変えていくというふうなところでの話だと思うんです。つまり電力会社が自分のところで総括原価方式がなくなった時にね、その拠出金という形でもうそれで放棄しちゃうということができるようにしている、だから黙っているっていうふうに私は思ってるんです。そのまあ晩さんの見方と私は一緒なんですけどね。で、じゃ要するにその先なんですよ。だからその国に投げた金を国がそのまま受け止めるかったらこれ受け止めないわけで、それをどうやってやって回収するのかというのが、まあ多分私は託そうだろうな、他にないもんねっていうふうなところの話なんです。そういう感じですね。だから潰すのは両方とも潰さないつもりで向こうはいるからさ、こっちは潰すのと思う。だから潰れた潰す本当に破綻したら、あの残僕は よく言ってるんだけど、まあ、そんなことができるかどうか分かりませんが、あの積立残高が2兆3000億ぐらいあるじゃないですか。借金が1兆弱ぐらいなんですよね。電力会社長期借入金が7000数百億円なので、だから
ここから取り崩してですね、借金の返済をして畳むことってそんなに大変じゃないなと思っています。本当に辞めるということになったら、まあ僕らのお金なんだけれども、そういうふうな処理の仕方で、再処理を、まあ、畳んでいくことは全然できない話じゃないと。今ならできる。だからするんじゃない。今ならできるから。ということで、だいたいからくりを見てきた感じですか。でちょっとごめんなさい、堀江さんが言われたのは、電力会社は、まあ、これで国に下駄を全部預けられると。ということで黙ってると。要は、要は武井さんも言われましたけど、使用済み核燃料どうするかですね、一言で言うとね、もうそれが悩みの種なわけですね。電力会社としてはそれをもう何してもいいから、とにかく責任を切りたいと、自分たちの何もしなくてもいいと、とにかく お金を積み立てるからあとよろしくということができるということで折り合いつけたと。で国としてはでそれを、やらざるを得ないんだけど、どうやって回収する、回収するのかっていうのはちょっと意味が再処理をそのまま続けるとなると今までの負債があるんだけど、はい、それを今度続けるのはその費用がいるでしょ、それをどっから出すかって。だから拠出金でその将来分まで、今ほら再処理準備金とか積み立てている金額は、坂上さんが言うように、なんだっけ、割引率で少ないかもしれないけど、それを出させた、まあ、何年かにわたって出させたら当面の6カ所は運転できる状態なんだよ。金がなく、まあ、なくても借金もしないで、その拠出金からどんどん使っていけばよいから、何年間かはよくわからないんだけど、当面はなんていうか問題なく運転できる体制ができちゃう。その後が問題だと。その後、そう、まあ、一応その後の布石が留意事項にちょっと書いてある。まあ、それがだから 10年後になるのか20年後かわからんけど、それぐらいは持てるよなってだと思います、この組織は。ということで、やっぱり皆さん怒らなきゃダメですと、怒りましょうということで、しょうかですね。